今回は、はい、異例のコラボということで、まあ、ハイネさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいたっていうか、俺が来てるんですけど。仙台から。多分視聴者の方は、多分誰もが予想してないコラボと思うんですけど、俺はコラボとかは、基本的には人間性というか、本当に助けてあげたいっていうか、まあちょっと、本当にちょっとなんか上から見てみたいな。そう。で、僕からコラボ申請をお願いしたんですけど、はい、TikTok でたまたま絡んだんですよ、クライブで。で、その時に、お願いしますって言ったら、もう、ぜひお願いします。もう、僕はもう登録者とかそういうの見てないんでって言われて。で、僕としてはなんか本当に自分登録者いないからお願いしていいのかなって思ったんですけど、はい、そういうことを言われて、人の器の大きさを感じました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ですよね、あの夜。そう、夜。顔が暗くて見えない。そうそうそう。夜の公園でなんか飲んでるんですよね。そうそう。今回は駅からカレー、はい、ということで、疲労にある、はい、疲労のカレーに来ています。今日はあれですね、我々のために、はい、お店が本当は休憩の時間、今3時なんですけど、休憩の時間なんですけど、わざわざ店主が時間を作っていただいて、撮影のために開けていただいてます。はい、ありがとうございます。あのカレーを、はい、食べて辛いのいける？いや、辛いのはちょっと正直、まあ、あまり得意ではないですけど、しかも暑がりなんで、めっちゃもう、もうめちゃくちゃ何もしないですけど、何もしないから、じゃあ、とりあえず、行きますか。はい、行きましょう。失礼します。お願いします。めちゃくちゃ甘い、すごい、こう、これ、そうです。寄せ書きです。あ、まあ、全部。あそこ、そう、もう10年ぐらい あのお店なので、はい、寄せ書きがすごくて、なんか誰か有名な方とか、そうですね、あのジャニーズの嵐さんとか、あと大悟さんとか、まあ、火曜桜井とか、はい、嵐に仕上がれっていう番組で取り上げられて、他にもいろんな番組に取り上げられてるんですけど、はい、そういう有名人が、嵐ファンの方が結構多いですね。これって、はい、最後、俺、書いてもいいですか？あ、もちろんです。ああ、じゃあ、あとで。もうぜひぜひ、ラストにお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに、ここの激辛っていうのは、はい、10辛とかあるんですけど、まあ、はい、1辛、2辛、3辛っていうのがあるんですけど、はい、10辛っていうのは結構体調を封鎖してます。はい。食べれるように頼んでみようかな。じゃあ、やっぱその、まあ、肝試しっていうか、まあ、男試しっていうか、そういうのがあります。じゃあ、行ってみますか。じゃあその前に、ちょっと、はい、ちゃんとした、この、昨日のカレーをまずは食べましょうか。そうですね。これ、牛テールカレーです。でも、ほんと、うまそうですね。いや、めちゃめちゃうまいです。僕、ここで、ちょっとバイトしたんで。あー、はい、はい。で、このカレーを食べてから、カレーはもう、ここでしょ、ね。めちゃめちゃ好きなんです。で、この普通のノーマルの昨日のカレーもおすすめですし、はい、あのトッピングでチーズとか、はい、野菜をつけるのも。わかりました。じゃあ、はい、とりあえず最初、普通の。はい。カレーを食べて、はい、で、はい、その中から激辛スープを行きましょう。昨日のカレーを2つお願いします。はい、これノーマルでいきます。あ、はい。じゃあ僕、チーズトッピングでいきます。はい。なんか飲み物をいただいて。あ、はいです。何がいいか、コーヒーやる。あ、ビール。あ、ビール、もうどうぞ。行きましょう。エビスのビールはあるんでしたっけね。まあ、何でもいいんですけど。はい、どうぞ。ビール。じゃあビール行きます。はい、ビール、僕は水でお願いします。はい、マジ苦手ですか？いや、まあ、苦手っていうか、まあ、普通っていうか。まあ、でもこれ、はい、カレーのルーにかかってるんで、あ、まあ、辛いの無理だと思ったら、まあ、白米とかに入れればいいんで。はい。あとは、こう、絡めて食べるとね、美味しいと思います。ぐらいの、あれなんか、わかんない。ちなみに僕は、5辛を食べたことがあって、5辛はもう、はい、せーの。昔ですね。はい。はい。お疲れ様です。いい、やばい。いや、うまいっす。で、貫禄あるけど何歳でしたっけ？ 23。これ、牛テール。あー、これを炙っていくんですよ。
ってもいいね。ビルティエルって、どこの部分でしょうね。お尻の部分。これ何時間煮込んでるんでしたっけ、ルーをギューテールで。5、6時間ですね。5、6時間、はい、ルーにテールで煮込んでる。はい、お待たせしました。疲労のカレーです。おー、まずめっちゃやばいです。チーズ。ありがとうございます。いただきます。ちょっと先ちょっと食べてるけど、え、熱いんですかこれ。あ、それはまあちょっと熱いです。でそんな熱々です。そんな熱々じゃないです。いや、熱いんだよ。いただきます。うまい、うまいっす。いや、マジでうまいっす。よかったよかった。これめっちゃ好きなんですよ、カレー。めっちゃホロホロじゃないですか。めちゃくちゃ、まあ、うん、結構ペロッといけちゃいますよね、これ。食べ過ぎ。とりあえず、あの、ハイメさんの友人の方が、はい、あの、10。そう、10から、史上最悪の10からを。毒味。毒味とか、まあ、味見、まあ、味見なんですけど、まあ、毒味みたいなもんですよね。味見してもらいます。はい、友人のゆうやさんです。こんにちは、ゆうやです。じゃあ、お願いします。ゆうやさん、結構辛いのはいけるんですか。まあまあ、普通ぐらいだと思います。別に、めっちゃ弱くもないし、めっちゃ強くもない。じゃあ、ちゃんと素のリアクションで、もう、はい、あの、怪奇のあれはいらないんで。あ、でも匂いは全然普通、美味しそう。じゃあ、いきます。もう演出とかは全然いらないんで、本当に。じゃあ、いきます。もう、ガンガン来てください。いきます。いけそう。ずっと唾液が出るあの痛い苦いのがずっと続く。あ、これはマジで辛いっす。OK、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 あんま色の変化はないですね。うん、はい、はい、ありがとうございます。です。よし、いけるとこまで。まあ、可愛らしいんだよ。でも見た目はね、全然ね、うまそうなんですよね。変わんないですか。そう、全然変わんない。イージー、うん、イージーゲーム。では、いただきます。いただきます。ルーだけいってみよう。あ、いけ。うん、これですか。これなんか絡ませないといけないですね。辛いですね。うん、辛いですね。うん、なんか、まあ、声質が変わる。お水ください。コーラってあれは、うん、あります。あ、そうですか。全然食ってない。いや、マジで全然確かに。後から食るっすね。いや、めっちゃ食う。最大が何個でしたっけ。34食べた人がいるんですよね。
救急車。全国から辛いものチャンピオンの病院運ばれた人とかいる。10辛でも、会場に来たんですけど。10辛以上はもう危ないんで、基本的にはそんなあれなんですけど。あるっす。鼻水出てきた。あ、コーラ甘いっすね、これ。ずっと押し流してないですか、カレーを。コーラで。コーラ甘くてうまいです。汗すごい。キャベツに何かかかったんですか。めっちゃ辛いですね。タレが、塩タレが、塩タレか、塩タレも辛くないですか。気のせい、気のせいだ、これ。でもめっちゃ辛いんで、今見てる人、よかったら挑戦してみてください。10でもやばいです、うん。俺のこの動画を見てお店に来ていただいた方、はい、チャレンジャーですね、はい。10辛以上のカレーを完食した人は1杯無料で、はい、いいんですか。もちろんです。ありがとうございます。じゃあ期間とかあるんですか。期間は1週間で、はい、じゃあ公開日から1週間、公開日から1週間で、お店の情報は概要欄に全部貼っとくんで、じゃあよかったら来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、12人さん、じゃあ最後に友人のゆうやさんからプレゼントがあるんですけど、はい、ゆうやさんは最近宇宙に、最近ですね。そう、宇宙に宇宙に行った方の、はい、会社の、はい、人です。ゆうやさんです。はい、どうも、ゆうやです。今日はね、十二日記さんにお会いできるって、僕すごいこう大好きで、動画ずっと全部見てたんですけど、フォローしてる人見てたら、大変お世話になってる方、フォローしてたので、もしよかったらと思って、記念の宇宙行った時に記念に作った、宇宙の記念ですか。はい。イエスです、大丈夫です。記念に作ったバッグとパーカー、はい、ぜひ使ってくださいよ、はい。いいなぁ、いいなぁ。これ、なんか、これ何のハンカチですか。これは前のプライベートジェットで使われてたハンカチなんですけど。広げていいですか。はい。全然、売ったりはしてないんで、あれですけど。もう、非売品でもこれ。パーカー。パーカー、はい。結構、ね。これちょっと、冬用なんですけど、はい、ちょっと寒い時期に使ってください。これは非売品。どうなんですかね。売ってたかもしれないです。この後ろに。あ、これは見たことありますか、ね。あ、本当ですか。そうなんです。行った時に記念にこの日から出たよ。裏もめっちゃ可愛いです。裏も。はい。最近。こんな感じで。すごいっすね。いや、はい、結構生地が注意する。はい。暖かいんで冬よかったら寒いし。このマーク映しちゃったら大丈夫。まあ、大丈夫です。はい。じゃあ、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。大切に。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にサイン、はい、ぜひ書いてほしいです。あ、そうしよう、そうしよう。この絵を。イナバウアみたいな。月の14日曜日。はい、うん、よし、
これめっちゃでかい。いい。めっちゃいいね。お店に最近一番でかいですね。